写真拡大。日本ハムの守護神杉浦実大投手29が16日キャンプ地の沖縄県名護市に先乗りし自主トレを行った。練習後オンライン取材に応じ、目標を50試合登板30セーブに設定。今季からつける背番号22に恥じない投球を誓った。22番でイメージする投手を大魔神佐々木さん、藤川球児さん、高津さん、名だたる投手が背負ったいい番号だと思っています、という。日本球界で名守護神がつけた番号、新たに背負うことで決意も新たに望む決意だ。抑えに転向した昨季は56試合登板28セーブを挙げた。それでも去年は状態が良くなかった時に力任せに投げてしまうところがあった。勢いや力任せで乗り切るようでは結果は長く続かない。技術面の課題はいいフォームで投げ続けられるかということ。今年は力任せ、その場しのぎのピッチングを少なくしたいなと思いますと課題を挙げた。今季の目標として50試合30セーブをクリアしたい気持ちでいますと設定している。22番といえば杉浦という活躍ができればと思います。目標をクリアし続けた先に背番号22の新たな名守護神が誕生する。